こんにちは。今日は、元ジャニーズ事務所の滝沢秀明さんが、嵐の桜井翔さんとの確執が原因で対処し、新たな芸能プロダクション、t ゥー b i を設立したという衝撃的なニュースについてお伝えします。まず、滝沢さんと桜井さんの確執についてですが、これは、2019年に嵐が、 2020年末での活動休止を発表した際に始まったと言われています。当時、滝沢さんはジャニーズ事務所の副社長として、嵐の活動休止を認める立場にありましたが、桜井さんは、滝沢さんの方針に反発し、自分たちの意思を貫くことを主張したというのです。その後も、二人の対立は深まり、滝沢さんは、 2020年11月にジャニーズ事務所を対処しました。そして2021年5月には Tube という新しい芸能プロダクションを旗揚げしました。では Tube の設立目的は何だったのでしょうか。滝沢さんは公式サイトで Tube は世界中の人々に感動や笑顔を届けることを目指す会社だと説明しています。しかし 一部のメディアやネット上では、トゥービーは、ジャニーズ事務所や藤島ジュリー稽子社長を潰すために作られたという見方もあります。その根拠として挙げられているのは、トゥービーが、ジャニーズ事務所から多くのタレントやスタッフを引き抜いていることや、トゥービーがジャニーズ事務所と競合するような活動を展開していることです。例えば、トゥービーに参加したタレントの中には、 キングプリンスの平野翔さんや神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんなど、ジャニーズ事務所の看板グループのメンバーもいます。また、t u b e が手掛ける新グループ IMP は、デジタルシングル狂い社会保険番号を配信リリースしましたが、この曲はジャニーズ事務所が商標権を持つ嵐というグループ名にかけたものだとネット上で指摘されていますが、 これはあくまで憶測であり、公式にそのような意図があると発表されたわけではありません。また、クルーアイ社会保険番号という曲名は英語でドライブするという意味であり、嵐という言葉と直接関係があるわけではありません。さらに、Tube が制作するドラマや映画などの作品は、 ネットフリックスやディズニータスなど外資系有料配信動画サービスで配信されることが多くテレビ局や映画館など従来のメディアと距離を置いているように見えますこれらの事実からトゥービーはジャニーズ事務所に対抗する意図があると考える人もいるのですがこれはあくまで一方的な見方であり滝沢さんやトゥービーの関係者からはそのような発言は聞かれません むしろ、t o b i はジャニーズ事務所と協力関係にあるという報道もあります。例えば、t o b i のタレントがジャニーズ事務所の番組に出演したり、ジャニーズ事務所のタレントが t o b i の作品に出演したりすることもあります。また、t o b i はジャニーズ事務所から独立したタレントたちの居場所を提供することで、 彼らの活動を支えているという見方もできます。つまり、Tube の設立理由は、滝沢さんが桜井さんやジュリー社長を潰すためだったというのは、根拠の薄い噂や憶測に過ぎないと言えるでしょう。滝沢さんは自分のビジョンを実現するために、Tube を立ち上げたのだと思われます。もちろん、Tube とジャニーズ事務所との間には、 競争関係もあるかもしれませんが、それは芸能界における自然なことであり、必ずしも敵対関係ではないと考えられます。今年後が月十2日にジャニーズ事務所を退所し、7月7日に滝沢秀明氏の新会社、Tube への合流を発表しました。一般的に、タレントが事務所を辞めた場合、契約期間に関係なく、起用されている CM は、 すべて打ち切りになります。しかし、ただし、現在 SNS では、まもなく平野に代わり、なにわ男子、三枝俊介が同 CM に出演するという会場法が広まっています。2022年7月から、ファブリーズの CM キャラクターに起用された平野は、現在放送中の、ファブリーズ速乾ジェットの CM で松岡修造と共演しており、 SNS には、ファブリーズの購入報告も多数見受けられる状況です。ところがここ最近、SNS 上では、ファブリーズの CM キャラクターが、平野から道江に変わるのではないかという疑惑がささやかれている。平野さんは、ファブリーズ、CM に、道江さんも同じ格好をしていたとのこと。しかもこのファンは、カタログに、ファブリーズ速乾ジェット、 のアルコール VR が新発売されると書いてあることも暴露しています。このファンはもともと SNS のフォロワーからこの情報を教えてもらったそう、証拠をくださいと伝えると24時間テレビのメインパーソナリティを務める何わ男子の大橋和也が26、27日に放送されることで話題になっています。大橋は小学生で子役タレントデビューし、 ダンスやアクロバット、歌唱力も抜群です。デビュー時から、大物芸能人を相手にしても、一発ギャグやりますよなどと、関西らしいサービス精神を発揮していました。ただし言い間違いが多く、アカシア、サンマやクリームシチュー、サンドウィッチマンなどの方が、来 MC 人から突っ込まれ、バラエティ出演が増えています。身長160センチ台でありながら、大食いでも有名です。 かつてはお弁当をごご完食した後回転寿司では50皿をペロリと平らげたというブ流伝を持っています先輩ジャニーズに連れて行ってもらった高級焼肉屋ではコースを完食した後に肉やライスを追加して嫌われたというエピソードもあります最近ではジャニーズの中でも平野翔が天然キャラとして有名でした彼はドッキリロケでも完璧なリアクションで 芸人と共演しても遜色ない、と言われるほどです。しかし、神宮寺勇太と一緒に滝沢秀明氏が代表を務めるトゥービーに移籍しました。彼は、地上波から姿を消しましたが、彼の移籍発表動画は700万回再生を突破しました。また、彼が解説したインスタグラムには、387.8万人のフォロワーがおり、彼の人気は根強くあります。 またキンプリの元メンバーである岸優太も9月末で事務所を退所しますが彼も平野に次ぐ天然キャラとしては大になっていますエンタメライターの伊藤正成氏によると岸優太は平野さんが気づいたイケメンなのにおバカキャラのイメージにぴったりとハマるのだそうです